みな、えー、さんこんにちは小野シンです今日は数学1の授業の中でも特に重要な二次なんとか具体的には二次関数そして二次方程式二次不等式この3つの関係を説明しましょう、えー、まとめ動画となります今日もお手伝いいただくのは定規君とコンパスさんですさて最初に、えー、二次関数からやってみましょうね。二次関数というのはじゃあ、えー、定規君はどんなものだったのかな おい、2次関数というのはグラフを書くことができて平方完成をしましたかっこ x の1の -1 2乗 -4 というふうに平方完成をしてやると x が1の時にここが0になりますそうすると4の値を通るのでこの点を通ります。x1 の2乗は、は、これは 2乗がついているので必ず正だから、マイナス4よりも全体がどんどん大きくなるので、グラフの方はここから増えることになります。そして、x が0の時にマイナス3、ここを通りますから、グラフの方はこんな感じになりました。そうですね、えー、よくできました。これが二次関数という考え方でした。ね平方関数、皆さん授業でやりましたよね。さあでは次に、コンパスさんに二次方程式の方を見てもらいましょう。コンパスさん、二次方程式はどうやって解きましたか。 はい、二次方程式は因数分解をして解きました。えー、この式を因数分解すると、かっこ (x-3)(x+1)=0 かっことできるので、x=3 と x=-1 が出てきました。この時にゼロになります。そうですね、えー。このように二次方程式の答えは因数分解をすることによって、2つの x の値が出てきました。 さあこの3と -1 はさっきの定義君が書いてくれたグラフで言うとどういう風になってるのかなはい先生僕わかります x イコール3と -1 はこれは元の式に代入してやるとうまくゼロになりますから僕がさっきやった二次関数では3とか -1 を入れると0になるということは y が0ですからこのグラフのここのマイナス -1 とここの3を意味していますそうですねよくできましたつまり因数分解をすることによってこの式ですね グラフのの x 軸の交点を出すことができますこれが方程式の解です。そして最初定規君がやってくれたように平方完成をすることによって頂点が分かってグラフを書くことができます。これは最大最小、まあ、この場合は最小値ですけれども最小値を出すことができます。さあそれじゃあね、えー、今度は2、えー、次不等式の方をみんなで見てみましょう。えー、二次不等式はやはり二次方程式と同じように因数分解をします。じゃあ式の方を書いてみましょうね。x-3 と x プラス1小なりゼロとこうなりました。あそうすると、えー、じゃあコンパスさんこの式はどういう意味かわかりますか。えー、っとこれはこの x イク三 x 足す一というのは私が作ったこの式だからここでゼロより小さくなるってえこれどうなるのかな。じゃあジョギ君どうですか。僕わかるよ。僕のグラフでいうとさっきほらマイナス一と三の時にこの 方程式の解が0になったから、これは y が0になるということです。つまり、二次不等式のこの値はグラフで言うと y を意味しているんだから、0よりも小さくなる。この間になってマイナス1と3の間だと思います。そうですね、えー、答えはそうなるんですよね。 でこれが授業ではなかなかわかりにくいのでじゃあコンパスさん次のように考えてもらえますかコンパスさんこのね x の値をそうですねいろいろ変えてみましょう。マイナス1と3の時にはずどうなりますかその時は先生0です。じゃあこのマイナス1と3の間の1とか0とか2を入れたらこの値はどうなるでしょうそれは先生例えば0だったら0-3でマイナスで 0+1 で1ですからか3 × 1でス3だから負の数でここのところはマイナス3になります。 そうですよね。つまりマイナス1と3の間の数字を入れると計算結果が正の数×負の数となってこの間の負の値を取ることになります。で実際に負の値を取るところはどこですかって聞いてるんですから実際入れてみたら分かりますね。このようにして2次不等式の答えは0よりも小さい時には間になります。0よりも大きい時には外側になりますからねまた、えー、授業でやったように復習してみてください。皆さんかかりましたか はーい、それじゃあ今日はこれで終わりましょうご苦労さんでした。